今回で21回目の開催となる松阪吹奏楽フェスティバル。今回は小学生から社会人まで吹奏楽部や吹奏楽団など15団体が会場に集結。この演奏会に参加したグループのほとんどが別の学校に通う生徒たちが集まって構成された合同バンドで、参加者たちは日々の練習に加えてこの日のために他の学校の生徒たちと音合わせをしてきました。会場ではアニメや映画のテーマ曲のほか、邦楽のヒットソングなどさまざまな曲が演奏され、訪れた人たちは重厚で迫力のある音色を楽しんでいました。